ブセンター。皆さんこんばんは。迷子のボーカル担当ともりです。こんばんは。迷子のベース担当そよです。この番組はガールズバンド迷子がお届けする YouTube ラジオ番組迷子の迷子センターです。ランダムでメンバーがパーソナリティをしていきます。うん、いや久しぶりだねラジオで話すの。うん、緊張する？あんまりかも。そっか、確かにともりちゃんってあんまり緊張とかはしないよね。緊張する時もあるけど、うん、でも今は実感が湧いていないかも。そっか、でも確かに最後に私たちがラジオ配信したのって6月だったんだもんね。あ、そんなに前なんだ。うん、もう半年ぐらい経ってるもん。確かに、うん、服装も違うかも。そうだね、長袖になってるもんね。うん、またこれからも定期的にねラジオやっていけたらいいなって思うので、うん、みんなと一緒ならやりたい。そうだね、うん、聞いてくださってる皆さんもぜひ楽しみにしていてくださいね。それでは迷子の迷子センター今週も始まります。迷子センター。迷子の迷子センター。まずはこのコーナーからお届けします。ふつおたのコーナー。このコーナーではあなたの日常にあったいろいろな出来事をお便りでもらって紹介していきます。概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこからお便りを入力してください。うん、迷子に伝えたいエピソード、メッセージ、質問など何でもお待ちしています。それではメッセージを紹介していきます。お呼び出しネームジノさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。迷子の皆さん、こんまいご。こんまいご。初めてお便りを送らせていただきます。迷子の音楽に惚れてついにベースを始めました。今はバンドを組んでいるわけでもなく、ただひたすらに一人で練習しています。そこで質問なのですが、皆さんは個人練習の時に意識していることなどありますか？ぜひ教えてくださいとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだね、ともりちゃんって歌の練習とかする時にどうやって練習してるの？いろいろしてるけど、うん、でも一人で練習する時より、うん、みんなと一緒にやってる時の方が夢中になれて楽しい。そうなんだ。やっぱりこのみんなの音とか演奏とかで歌って変わってきたりする？うん、すごく変わる、うん、みんなの音とか聞くとやっぱり心からこう溢れ出るものがたくさんあって、でもそれだけじゃうまくステージに立てない時もあるから、うん、やっぱり一曲一曲たくさん練習しないといけないし、あとやっぱりたくさん立たせてもらってるから、動きとか、あと手とか、もっとステージジングって言われるもの学んでる、うんうん、そうなんだね、うん、でも私シルエットダンスとかのともりちゃんとかラーナちゃんとアノンちゃんもかな、ツーステップだっけ踏んでるのいつも可愛いなって思いながら見てるよ。ありがとう。うん、さやちゃんもうんやろう。そうだね、私も練習しようかな。うん、うん、じゃあ次のお便りお願いします。お呼び出しネームマロンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんまいご。こんまいご。
この間最近流行りのスイカゲームに熱中しすぎて夜更かししてしまい、次の日の学校に遅刻してしまいました。うん、迷子の皆さんも何かに熱中しすぎて夜更かししちゃうことはありましたか、といただきました。ありがとうございます。夜更かしってよくわからないけど、うん、気づいたら暗いのが明るくなってたりしたことはあるかも。あ、そうなんだ。それは多分夜更かししてるに入るんじゃないかな。そうだったのかな。うん、そうだね。私は夜更かしはしない主義だからね。うん、そっか。あんまり夜まで起きてることはないけど、タキちゃんとかはよく夜更かししてるって聞くから、みんなちゃんと寝ないとダメだよ。気をつける。うん、ありがとう、さあちゃん。うんうん。では次のお便りに行きます。お呼び出しネーム、でんでんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんまいごー。こんまいごー。秋が終わっても食欲の冬到来です。今日の私は肉まん、ピザまん、あんまん、どれがいいかぜひ決めてくださいとのことです。どうやって決めよう。そうだね、今私たちが食べたいものを言ってもいいんだけど、でも前にラーナちゃんとタキちゃんとくじ引きで決めたことがあったから、くじで決めても面白いかなって思ったよ。なるほど。じゃあともりちゃんさ、くじ引いてみる？あ、わかった。うん、じゃあこれ発表してください。肉まん。肉まん、はい、ということで、でんでんさん、今日は肉まんを食べてください。お願いします。はい、あとね、もう一つお食事系のね、お便りが届いてるんだけど、紹介してもいいかな。うん、お呼び出しネーム、湯豆腐さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。最近寒くてお鍋ばかり作っています。変わり映えがなくて飽きてきちゃうので、何かいいお鍋があったら教えてくださいとのことです。いいお鍋。うん、お鍋とか食べる？たまに食べる。そっか。私はそうだね、まあお鍋とか時々作るけど、じゃあこういう具材を入れたらいいんじゃないかなみたいなの出してみる？お互いに。うん、じゃあともりちゃんは何の具材入れたらいいと思う？こんにゃく。こんにゃく？うん、こんにゃくを鍋に入れるのって珍しいね。ねじれてるやつは、うん、味がギュッてなってて美味しいから。そうなんだね。まあでも、じゃあともりちゃんっぽくてね、なんか新しくて面白いかもしれないね。ありがとう。うん、さえちゃんは？私はそうだな、豆腐とかネギとかかな。あとちなみに、ベース、おつゆの味とかも迷ってるかなって思うから、カプサイシンとかの効果で温まるキムチ鍋がいいんじゃないかなって思うよ。じゃあ、うん、キムチ鍋に、うん、こんにゃくと豆腐とネギ入れよ。そうだね、うん、なんかその3つだけだと寂しい気もするけど、でもなんか迷子オリジナル鍋ってことで。うん、じゃあこんにゃくとネギと豆腐を入れてください。お願いします。はい、このコーナーではみんなからの普通歌を募集しています。みんなの何気ない日常のこと、私たちに聞かせてください。たくさんのメッセージお待ちしています。ではこのあたりで曲を聴いていただきたいと思います。今週の選曲はともりちゃん、お願いします。それでは聴いてください。歌いましょう、鳴らしましょう。I'm not afraid of the dark.
送りした曲は迷子で歌いましょう鳴らしましょうでした。うん、ともりちゃんはさ、この曲を選曲した理由って何かある？さっきお便り読んでた時、うん、お食事するなら楽しい楽曲を聴けた方がいいのかなと思って。そうだね、歌いましょう鳴らしましょうってさ、すごいテンションも上がるからね。こうお鍋とか肉まんとかと一緒で、なんかホカホカな気持ちになれる気がするな。うん、うん、迷子センターではあなたの好きな迷子の音楽とその理由やエピソードなどもお待ちしています。よろしくお願いします。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、続いてはこちらのコーナーです。僕たちはライブの感想をここで叫ぶ。迷子といえばライブ。ここではライブを見てくれたあなたの感想を紹介していきます。うん、バンドリ12th ライブ Day 2迷子小さな一瞬、そしてアニマックスミュージックスへの感想ありがとうございます。ありがとうございます。では一つ目のメッセージです。お呼び出しネームラインさんからいただきました。ありがとうございます。こんまいごー。こんまいごー。私は海外から来ましたが、迷子のライブを見るのは初めてです。迷子の全員がとても可愛くて、みんなの声が好きで、音楽が鳴るといつも心臓がドキドキします。うん、名もなきと歌言葉が始まると思わず涙がこぼれます。小さな一瞬に来られて本当に良かったです。私の心はライブにとどまる。機会があればもう10度見たいです。いいえ、1000回見たいです、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね、海外の方からメッセージいただけるのって。しかも、うん、足まで運んでもらって。そうだね、遠くから来てくださったんだもんね。しかも10度見たいとか1000回見たいって書いてくださってるよ。嬉しいね。何回もやりたい。そうだね、これからもたくさんの方にお届けできるようにいっぱいライブ頑張っていこうね。もっと頑張る。うん、じゃあ次のお便りに行きますね。お呼び出しネーム宇佐美さんからいただきました。ありがとうございます。人生初のライブ参加でしたが、めちゃくちゃ感動しました。演奏も演出も迷子メンバーや会場の観客とのやり取りも全部楽しかったのですが、特に私が忘れられないのはライブが始まる瞬間でした。会場に入ると人の多さに圧倒され、照明が消えるとペンライトの光だけが綺麗に輝き、興奮が収まらない最中、のろしの強い入りとともにライブがスタート。演奏している迷子、かっこよすぎでした。今までに味わったことない感覚で、うまく言葉にできませんが、私にとっては一生忘れられない大きな一瞬でした。といただきました。ありがとうございます。一生。うん。嬉しい。そうだね。私も一生忘れない。このステージも絶対心でいっぱい感じて、これからもみんなと一生過ごしていく。そうだね、これ人生初のライブ参加だったんだって。あ、人生初。うん、人生初はきっとすごく大切なことだから。うん、ありがとうございます。そうだね、宇佐美さんの初めてを迷子に捧げてくださったのが嬉しいなって思うし、それで一生忘れられない思い出にできたのであれば、私たちもライブやっててよかったなって思うよね。うん、うん、じゃあ次のお便り行こうかな。お呼び出しネーム迷える羊メープルさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
迷子の皆さん、こんまいご。こんまいご。先日のアニマックスミュージックス、お疲れ様でした。ありがとうございます。私は、トゥエルフスライブに引き続き、人生2回目の現地参加でした。うん。迷子さんの出演時、一斉に迷子カラーに切り替わり、会場全体のボルテージが一気に上がったのを覚えています。素敵なアーティストの方々との合同ライブでしたが、やっぱり迷子、みんなの迷子、これこそ、いつ迷子でした。ともりちゃんをはじめ、迷子全員の届けたい思い、しっかり私たちファンに伝わってきます。2023年、本当に素晴らしいサウンドをありがとうございました。来年も迷子の皆さんの一瞬一瞬を応援させてください。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだね、こうやって大きな会場のね、ライブに今年はたくさん出させてもらったしね。それこそ出た瞬間にお客さんとか応援してくださってる方の表情だったりね、ペンライトのキラキラがすごく輝いてて、私たちもたくさん力をもらったよね。うん。ともりちゃんはさ、歌っててどうだった？横浜アリーナの景色だったりとか。綺麗だった。綺麗だった？うん。うん。よかった。これからもさ、ライブの活動を通してね、私たちの思いをちゃんと皆さんに届けられたら嬉しいなって思うし、もっとたくさんの方に私たちの音楽とかともりちゃんの言葉がね、届いたら嬉しいなって思うよ。うん。うん。ねえねえ。あ？どうしたの？そやちゃん。うん。私、小さな一瞬の時、うん、ノート見ながらだったけど、うん、たくさん言葉を読む練習をして、うん、今こうして言葉を読んでて、うん、少し上達したかな。そうだね、前ラジオやってた時よりもともりちゃんたくさんお話ししてくれるなって思ってるよ。本当？うん。少しでもうまくできたらいいなって思っていろいろ練習してる。うん。それはきっとこのラジオを通してもだけど、ライブとかいろんな活動を通して皆さんに伝わってるんじゃないかな。じゃあこの迷える羊メープルさんの3回目にはまた違った新しいものも見せれるように頑張る、うん、そうだね、またみんなで練習頑張ってこうね。うん、うん、このコーナーでは迷子のライブの感想を募集します。ライブで感じたことやメンバーに伝えたいこと、聞いてみたいこと、何でもお送りください。概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこからお便りを入力してください。お待ちしています。迷子のセンター、迷子の迷子センター、今週もエンディングのお時間がやってきました。久しぶりのラジオだったね。うん。私最初ちょっとね、緊張してたんだけど、でもそうだったな、ちょっとだけね。でもともりちゃんと話してたら大丈夫になったかも。嬉しい。うん。私もそえちゃんと喋ってると、うん、なんかラジオとか関係なく過ごしてるかも。本当？楽しかった？楽しかった。よかった。じゃあまたね、メンバーのみんなとラジオをお届けしていこうね。うん、うん。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。この動画の概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこから番組へのお便りを送ってください。迷子の YouTube チャンネルではオリジナル楽曲の MV やライブ映像を公開しています。私たちの音楽やトークがいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そしてお知らせです。迷子ファーストアルバム
明晰波が好評発売中です。全13曲が収録されている盛りだくさんのアルバムです。また4月29日に開催されるポッピンパーティンさんとの合同ライブのチケットは、アルバムに封入されている最速先行抽選申し込み券より応募ができます。ご応募お忘れなく。さて、迷子センターいかがでしたか？今後も水曜夜7時に配信予定なのでお楽しみに。来週も迷子メンバーが皆さんのメッセージと一緒に番組をお届けします。番組の感想はハッシュタグ迷子集会をつけてどんどん投稿してください。今週のお相手はボーカル担当ともりとベース担当のさよでした。それではまた来週。以上、迷子でした。バイバイ。